三栄西原シティは、沖縄県中上郡西原町和坂デカルにある、株式会社三栄が運営する GMS である。略称は、西ティ。キャッチフレーズは、ただいま、夢の成長期。同社が運営する GMS の中では2番目の規模を持つ。1993年に閉鎖された中部製陶の製陶工場の跡地に建設された。建設地である、 中上郡西原町には国立大学法人である琉球大学や私立である沖縄キリスト教学院大学などが所在し、同町自身も文教の町としている。三栄は学生などの若年層が多い学園都市であり、また人口増加率の高い点に着目し、建設が決定した。建物の建設及び所有は土地を所有している中部政党が行い、 三栄が建物を借り、運営を行う方式をとっている。前日の通り、同社が運営する GMS の中では、那覇市にある、那覇メインプレイスに次2番目の規模を持っており、中上郡西原町においては、初の大型ショッピングセンターである。同ショッピングセンターに設置されている。 宝くじ売り場において2005年から2007年までの間に当選金1億円が5本出たということからテレビ番組などで報道され話題となり2008年末の年末ジャンボ宝くじ販売の際連日行列ができるという現象が発生した。ありがとうございます。